佳子様とプロ野球業界の方たちへのメッセージ、先ほどの内容の続きなんですけども、5月15日2024年、12時9分、まあ、結局昨日の晩の筋トレも、まあ、結局倒れ込んでる状態で、できない状態で、まあ、睡眠薬服用しながらでも眠れてるのはとりあえずは眠れてるんですよ。かといって何かこう巨人のルールとか卑怯ですよね。だから罹患の刑に少し似てる。佳子さまの行動とかにしてもそうですし、その、もともとね、その、結婚話をした人間、云々とかが、物事ややこしくなって、まあ、この辺とかうろついたりすることによって、相手に嫌われて、相手から降ってきたとか、降るっていう意味も、なんか、違うと思うんですけども、振り袖を振るとか、何か、もう野球の話と何かもう、ごちゃごちゃになってると思うんですよ。相手が付き合わないと言ってきたとか、恋人として認めてくれなかっただとか、結婚する気はないとか言われたとか、もうそういうことだと思うんですよ。ちゃんとした文章で言うとね、もう振る振らないに関して、もう今ここで、もう怒りながら言ったりして、もう人間関係悪くなったりするから、もうこういうような喋りしか、しかないなって思いながら言ってるんですけども、まあ、時刻は、まあ、メジャーリーグの方もどういうふうな状況なのか、ちゃんと僕と遮断してくれてるのかどうかよくわからないんですよ、本当に。僕もあれこれ見たらあれこれ言いたくなっちゃいますから。ちょっと前の今永投手の5連勝の時の最後、1対0で、まあ、勝利したことになってるんですけど、最後ね、相手チームの走者がタッチアップで3塁からホームベースに突っ込んでるんですけども、中継プレイが綺麗にうまくいったとしても、送球する場所もタッチしやすいところに送球しても、あのタイミングはもうほぼほぼセーフなんですよ。翔平だったらノーバウンド送球で、まあ、取りやすいところに送球したら、今度は楽々タッチでアウトになれるケースなんですけども、もう翔平の外野守ってた時のサードへの返球見たらびっくりしますよ。めちゃくちゃ早いです。もうみんな大体セカンドですと。余計に先の塁目指さん方が球が速すぎる。イチローさんもピッチャーマウンドで投げた時、時速140キロ台だったんですよ。で、翔平はピッチャーとして投げた時に165キロを計測してるわけじゃないですか。まあ、これ補給しながら、こう、補給するときに、意図的にちょっと後ろに行っといて、こう前に前進しながら補給して、そのままスローイングするっていう方法をすれば、まあ、体重を乗せて、しっかりとした送球ができたりするんですけども、まあごめんなさいね、話がだいぶ横にそれてしまって。まあ、加藤さんも、まあ、女子野球の公務で行かれたりしてるから、どういうふうなものなのか、だんだん話聞いてたら分かるから、いいんじゃないかなとは思うんですけども、まあまあ、今なんか、当初ね、その5勝目に関しては、あれはどう見てもセーフでしょ。審判が勢いでアウトって言ってるけど、日米友好関係。ただね、スローモーションで見たら、これスライディングの仕方が慣れてない人が多分ヘッドスライディングしたみたいで、滑るようにスライディングしたらバウンドしないんですけども、こうジャンプしながらスライディング、ヘッドスライディングすると体が弾むんですよ。ある程度地面にやっぱりこう衝撃がありますから。で、腕がちょっと浮いてしまうんですよ。でホームベースって薄っぺらいんですよ。ものすごく普通のベースだとこれぐらいの厚みありますけども、ファースト、セカンド、サードって。だけども、ホームベースって薄っぺらいから、ちょっと手が角度ついてしまったら、まあ、肩のところとかね、上向いてなかったとしても、こっから先がちょっと上向いただけで、ホームベースからこれぐらいスタートができてしまうんですよ。だから、
タッチが触れてないっていう形にもなってしまうんですけども、ただまあまあスローモーションで見た時に、映像加工されたの僕何回か経験させられてますから、本当のところ、いやあのタイミングどうなんやろうっていうことを投げかけたりとかも言ったりもしたりするんですけども、結局昨日も遊んでなかったんですよ。あの遊んでないにしても、まあその阪神タイガースの試合の時間帯ね、あの倒れ込んでるだけで眠れてるわけじゃないからその時間帯に、それあかんやんっていうことにね、あの寝とうと倒れ込んでるを勘違いしてるコンピューターとか、無理やり勘違いしてるコンピューターとか人間がいるでしょ。いやだからね、その多分佳子さんも昨日も本当に来たんじゃないかなと思ってしまうんですよ。見てないですよ、どこに行ったとか確認はできてないんですけど、209号室とかだから20時ぐらいでしょ、阪神タイガースのその試合でも何回逆転されたとかで、それフェイクでその209号室にあの入り込んだのか別の人間が、ただ佳子さまの声で、子供の頃の声で、学生時代ぐらいの声で、お川に向かって歩いてっていう声は聞こえてきてるんですよ。20時か20時前ぐらいに。もうこちら歩けるような状態じゃなくなってるから、もし佳子さまが来てるんだったとしたら、話整合性合ってくるんですよ。昨日自体が、もう夕方とかその手前ぐらいから、もう全身の力取られてる状態で、気だるい、とにかくしんどい。で、同じように僕の自宅に来ないでずっと話の引き延ばしをしようとする、もうしてる行動はわけわかんないんですよ。そんなことするから自分まで結婚伸びるわけじゃないですか自分って僕のことじゃないですよ、佳子様のことですよ。いや僕と結婚するにしよう、しろ、あの別に別の人と結婚するにしたとしてもですよ、それあの自分から結婚引き伸ばそうとしてるわけであって、今まで結婚話しに来たアナウンサーとかもそう、ちゃんと名前と住所電話番号を見せて、今までの経緯を書類化して持ってきてくれなかったら、どこと誰とどういうような話をしたって、そんなたくさん来られたってわからないから、もうほとんどの時は、普通に働いてる時とかは誰っていう感覚しかないんですよ。アナウンサー、いやその人と試合行きませんよっていう、そういう感覚しかなかったですから、自分の仕事のことで手いっぱいになったりだとか、長時間労働だったりだとか、もうええから早く帰らせてくれとか、そうなるんですよ。本当に、なんで休みの日までこのところ来なあかんねんとか、本当に。今は自分がこう分かってるっていうような口の動き方になってるんですけども、聞こえてる声は佳子様の声で分かってるっていう声なんですけども、その二十歳ぐらいの頃の声だから、その頃分かっていて、いやだから他のアナウンサーのね、淡井圭介と結婚話した人たちの行動を見た時に、あの人たちの知ることが方が変だっていうこと分かるでしょ。普通に家行ったらいいじゃないってね、今までの経緯とか書類化して見せて、でそこはちょっと考える時間を与えて、でまあ結婚どうですかっていうことを、話し合いにしに来ましたと。でそこで一つ一つ決着をつけていけばいいのに、全員がずっと言えることを言い過ぎたりとかだとかしたわけじゃないですか。宇賀夏実は家帰ってきたらなんかそこに座ってたことありますよ、玄関の。親介護状態で、もう ほぼ寝たきりの状態ですよ。その時に家の中入り込んでるから、ちょ、お前何しろ何しろってなるから、ほんとに。そうじゃなくて、普通に僕の携帯電話に電話かけたらいいから。もう今も今日ももう、もう何もかも、ごめんなさい、阪神タイガースの皆さん、横浜 DeNA の。
遊びたくなってるの。なんか音楽とか聞いて、ちょっと気分、気分いらさなかった。これ笑いながら言ってるけども、もう朝から本当めちゃくちゃ嫌な、嫌な気持ちを本当、もうどうでもええわって本当になってきてる。もう裁判でも、もう一応まあネットプリントで、コピーする内容とか、ファイル写したりとかして、ではあと今からコピーしに行ったりする段階なんですけども、昨日の夜もそういうことをしていて、あれも野球の試合が行われてた時間帯なのかな、どうなのかな、そうやって裁判所の書類作ってるのに、なんでその目にあるんだろうって全然分かんなかった。やっぱりだから、それするから、だからもう言いにくい、言いたくないけども、言わなかった相手気づかないから、みんなのしてることを、それ、佳子様も含めて裁判妨害だから、しちゃダメじゃないですか。あとはもうエネルギーの残存量問題。もう皇居行こうが、どこ行こうが、淡いケースが来た時に断った人は、全員50億人の命を軽んじていたっていうことになるんです。ある意味、ヒトラーもびっくりな状況ですよ。でしょ？だから警察官の人たちもこの話聞いたら、本当は彼の言ってることの方が本当だからって。宮内庁か、誰が断ってるのって。ああ、警察官が断っていたとしても、そのマニュアルだけの通りに動いて、で、物事を辞退させて、法をないがしろにしてるのはどちらかっていうと、まあ昨年、まあ皇居行った時に、断る指示を出した人であって、いや、だからね、今、コフィー機に行くのも、もう嫌な気分になってるんですよ。またお金払うだけ払って。裁判進まんかったらどうしようって。なテレビ出てる人のな会うとかそういう言葉はもう全部フェイクだったから、淡いケースけど実際会って話し合いしたことある人があるかって言ったら、ここ十何年間の間でいないんですから。話し合いっていうのはしっかりとした話し合いですよ。ちゃんとメモして記録つけて、記録つけなかったらまた忘れるから。本当に本当、本当、もう絶対そう、もう絶対そうだから、もう本当に。忘れるから、本当に。身分証明書を開示しただとか、どうだとか、運転免許証見せたとか、まあ、ある程度の部分のところ見せといていいじゃないですか。やっぱり、今、ちょっとね、全然ごめんなさい、横見て、世界地図見ながら話したんですけども、日本の国境、今の国境で人口4000万人台ぐらいだったとしたら、中華人民共和国5億人ぐらいなんじゃないですか。まあ、国土面積にもよる話もありますけども、ソビエト連邦、まあ、現在名称ロシア、昔の名称もロシアなんですけども、まあ、その位置はやっぱりカナダと同じで、人口が少ないのは面積に比例して、それは寒すぎてだと思いますよ。ホワイトアウトとかありますし、その雪がたくさん降ってる時にチェーン巻いて四駆の車であったとしても前が見えないから事故を起こすんですよ。じゃあ食料どうするのっていう話になるじゃないですか。歩いてなんか無理でしょうし、だからまあソビエト連邦とか、まあ、フィンランド、スウェーデン、ノルウェーとかもそうなんでしょうけども、イギリスもだいぶ緯度経度で考えると北の方でしょう。カナダと同じぐらいの位置でしょう。あんまり人口いらっしゃらないと思いますよ。ちょっとね、真面目な話間に混ぜなかったら笑い話ばっかりになっちゃうから、笑いながら言ってたらもう怒るわけにもいかないし、笑いながら言ってた笑いながら言ってたでね、もう勘違いされるでしょうし、ああもう本当、もう本当はめちゃくちゃ気重たいですから、もう逃げたい一心、本当にスポーツの勝ち負けとかおろもう僕外してっていう、本当に本当にもう今の現状でもうこの状況を見た時にこんなによく横やり入れられてたりとか、まあけど、ちょっと骨いますね。
睡眠薬を服用するにしても眠れてるのは眠れたから阪神タイガースや横浜 DeNA やロッテや楽天の皆さん、本当にちょっとね、もう心がこれね、もう動画で言って公開したら絶対どうせ不利になるって分かってた上で、それを見破りということで、もう笑いながらでも、見破りという形で、もうその後笑わないで、目元だけ笑ってますけども、喋ってる声、声質を聞いたら分かります。笑ってないでしょう。心が折れそうな話でそれを見破るという形に持っていっておきます。だけども本日も心折れて、そんな無理やんって、そんな加藤様の声聞こえてきて、それね、僕は外を歩かなかったら巨人が勝って、僕さらにね、曲がる本借りに行っただけで服盗まれてって、どれだけ腹立ってるか、腹立ったら腹立って、怒ったら怒ったでどうなってたかもう言ったでしょ。で服はまだ帰ってきてないし、警察官がなぜゲオのね、アダルトコーナーを撤去させないのかっていうところ、250万円以下の罰金プラス、あと他の法律もくっついてくるから、撤去でいいんですよ。だって民法マジですよ、もともと。刑法自体が。またテレビのあの民事不介入って変ね、変な内容みたいにごちゃごちゃなってるんでしょ。刑法の後ろの方を見たら、第1条何々、第2条何々とか、どこの条項だったか忘れましたけど、後ろの方に民法何とかってか書いてますから、その次につながっていくところ。あ、ごめんなさい、もう今日、弁護士さんの予約してるんで、ちょっとその辺のところね、六法全書、前も聞きに行ったと思うんですが、六法全書のその各法律名と第何条のその後の、何々っていう書いてる各法律名のところ、その範囲だけにしか収まらないのか、他の範囲も含まれてくるのか、それちょっと聞きに行こうと思ってるんですよ。そうそう、今日弁護士相談があって、13時50分から。ちょっと、行ってこようかなと思います。以上です。もうその過去さんも普通に辞めて、普通に僕に電話かけたり、普通に僕の自宅来た方がいいと思いますよ。本当に。頭おかしい裁判官が昔いたのは実際いましたから、で、それは人によって受け止め方がいろいろあるとは思うんですけども、だから売春防止法が出来上がったのは1956年でしょう。だからそれまでそれを認めていた社会があったから、それまでの裁判官なんかパッパッパーですよ。でしょ？普通に考えたら分かることが分からなくなってるから。法律っていうことを盾にしてね。だからそれが法の悪用であって、だから本当に被害者が誰かっていうこと、誰が苦しんでるのか、誰の人生がめちゃくちゃにされているのかっていうところから物事を考えたら、それは僕であって、そこを軸に物事を考えるしかないし。だから変な方法で、その社会的地位にばっかり目が行きすぎて、だからその辺のところは公務員の人たちの、一般社会もそうですけども、会社の上司とかにこうしっかりと自分の意見、いやそうおっしゃいますが私としてはこう思いますとか、そういうふうなことがはっきり言えるようにならなかったらこの世の中無理だと思いますよ。全社もエネルギーの残存の問題解決できなくて終わります。だからそこでね、その佳子さまが普通に僕の家を訪ねに来ていたら、世間体にも格好はついてたんですよ。だからそれが宮内庁とか、昨年皇居行った時に断ってた人たちの頭の悪いところなんですよ。頭が悪いっていうことを指摘されなかったら自分たちの方が頭が良いとか勘違いしてますから。だって稽古で僕に喋ってないもない人たちが多かったですもん。だから原告と被告っていうことの立場を考えたら、その、今までの経緯とか、それ考えたらもう、ね、どちらが頭を下げなきゃならないかって言ったら、高級を得てる方ですし、で、今までの内容を考えたら。
宮内庁とか警察官が受付のところで断るから佳子さまの結婚も決まらなくなってしまうんですよ、本当に。で、インターネットニュースで、なんか島津家3105室の家借りてる人の名前、島津っていうことになってますけど、なんか鹿児島県の名家の島津家と、なんか、なんか東京の方で、結婚がどうこうみたいな、インターネット記事、もうよくわからない、本当に。とにもかくにも、佳子さまとしては、今の状況として、その淡井圭介に結婚するのかしないのかっていうことをはっきりと自分で伝えるしかない。で、それプラス、もし断るんであればね、こちらの方で弁護士用意しますとか、何かそういうふうな状況、何か始めなかったら、何か進めなかったら、僕の件を何か進めなかったら何にも始まらないっていうことだけ理解してください。で、テレビのニュースとかを見て多くの件で、これおかしいっていうことをしっかりと言ってきたのは、言ってきた部分もあるし、僕も間違えてた部分もあります。これは事実として。エネルギーの残存量問題を軸にして物事を考えなかったら全員が失敗するんです。で、世の中も至るところでもうみんな失敗してしまった後なんです。たかが牛丼屋ぐらいでね、他の品数、何か言われたからか知らないですけども、松屋さん、品数を増やしましたけども、あれすると、今度キッチンが回らなくなる。自分で現場入ったことないのに、役員気取りになって、何かね、これでお客さんが来るとか、それでね、赤字になってたら世話ないですよ。仕事の仕方、飲食店に関しては僕の方が絶対一律の長があるから、その辺のね、役員になった役員になったで、周りの人の話との会合でおかしくなるんじゃないですか。仕事の仕方が分からなくなって。人口の絶対数間違えて。だからもう車乗った時点で絶対事業失敗しますよ。歩いてその周りにどういうふうな店舗があるのか自分で調査しないと。こんなにたくさん飲食店あるのに飲食店出したら負けだなっていうことぐらい分からなきゃなんない。で、エネルギーの残存量問題考えたら、自分たちが買ったら予想の店が潰れるから、店出したらダメだな。これが経営者としての正しい姿。だけども、残念ながら多くのものは、それが理解できない。コンビニエンスストアの近くにコンビニエンスストアを出して、この辺だけで阪神・淡路大震災の後、潰れたコンビニエンスストアなんてたくさんあります。昔から同じですよ。マクドナルドの近くにマクドナルドを作ってるんですから。それもうやめて、どちらか片一歩閉じるしかないですよって、本名かどうかわかりませんけども、女性の方でね、海外の人で、日本のマクドナルドの、社長をされた方に、あと値段も上げてと、そんな値段で売ってたって絶対利益なんか上がりませんよということで、まあ、ある程度値段上げて、で、ある程度の店舗閉店、進めて、事実してもらったんですよ。で、ちゃんと、純利益までたどり着いたのかは分かりませんけども、営業利益しっかりとした数字が出るようになった。で、しっかりとした人件費払ってあげなかった。無理だから、この世の中。年金の支給額の話しました。女性は15万円以上までたどり着く人、年金の1ヶ月の支給、3割なんですよ。男性でも5割ぐらい。だからまあ、お金に余裕のあるときに、国民年金基金とかかけるしかないんじゃなかったんですか、多分、収入があるときに、所得税の控除をうまく使いながら。けど、この後の話をずっとたどり続けていったとしても、なんかね、こう、変な政府の計算遊びで、余計こんがらがってるっていうようにしか見えないですよ。この間の所得のその4万円分の控除、3万円分の控除でしたっけ？それで10万円分の支給とかわけわかんないことも、お金をちゃんと10万円払ってあげたらよかったんですよ。だから年収400万円以下とかでよかったんじゃないですか。500万までいくと金額大きすぎるような気がします。年収一人でですよ。世帯では別ですよ。
人一人の年収として。まあまあ天気予報であれみたいな天気予報をしてましたけど、ああもうだから僕を軸にして誰がどういう風に動くかで天気が決まってくるものがあるから絶対こうなります。あとはまあ晴れにした後は、まあ、まあ曇ったり雨降ったりっていうのがありますね。だからそれでどう行動するべきかっていうのはもう僕のここの家に直接来るしかないで、もうそれしかないんですよ答えが。それもあらかじめ電話かけてですよ、予定組んで。それが一般的に皆さんしてることじゃないですか。でそれをしないから余計いじめになってるんですよ。もう春山整骨院の方はもう向こうは虐待側ですよ、淡井圭介に対してのね。頭下げてこようが何しようがですよ、話しかけられた時点で嫌なんですか。僕は鬱陶しいんですよ本当に。あいつらが昔どういう風な口調で、淡井圭介にどういう風に喧嘩を打ってきて、でどうせ春山聖子に出会いした人間、出会いしたことある人間でしょ、淡井圭介の家から、物盗んだりしてる人間。だから余計そういう人間は余計河川水門開閉式玉発電とかを期待させてる側の人間なんですよ、余計なことしてるから。でそいつが社会に対してどれぐらい役立ったのって、エネルギーの残存量問題を軸にしてですよ。いやもうだからもう僕もどっから物事手つけたらいいのかわからない状況です。以上です。